新高でした。ハッピースピース。え、今日は僕あの友達とあのズーラシアに来ました。え、まあまあ広いでなこれ。あ、ワンパクの森行く。ワンパクの森があるよ。いい加減にして。え、すごいじゃん、結構広いよ。しかあ、なんか日本で一番でかいんだっけ。え、薄広すぎん。広いよ、だからマジさ2時間ぐらいじゃない大体。あ、ゾウいた。早い。逃げてるよ。大丈夫。かわいい。あ、でもさ、マジ一番初手。あ、ゾウ逃げてるよ。大丈夫。ゾウ逃げてる。で、盛りすぎ。え、乗りたい。インドゾウかな。多分一番最初アジアの熱帯林っていうとこだから。なんかいいじゃん。後ろに見える？ゾウいるの。え、でかくない？なんか蒸発してる。巨人だよあれ多分。すごいすごいすごい。ほらほらほら、巨人だよ。え、体温が高いからさ、湯気が出てるの。かわいい。走った後なんじゃない？なんかね、今ゾウ見終わったんだけど、なんかゾウの名前ラクマシルみたいな名前でした。マシロちゃんだと思ってたのに。何ここ。次はオラウータン。オラウータン雨苦手なんじゃない。絶対そうだよ。オラウータン怖い。だった超怖い。だって握力強いんだよね。ちょっと知らないでしょ。ゴリラが1位でオラウータンが2位なんだ。そうだよ、握力バカ強いんだよオラウータンって。本当に喧嘩売らない方がいいよ。マジで。あ、なんかシーサーみたいな人います。間違えた。え、逃げすぎだよ。この動物園ちゃんと管理大丈夫なの。大丈夫。豚逃げてるよ。なんか置物もあるし、なんか怖いかもこの動物園。ちょっとみんな来た方がいいよ。絶対来た方がいいよ。あ、ちなみに雨の日が一番いいかもね、雰囲気的に。トラちゃん。え、すごい。これ雨宿りしてんのかな。かわいい。やっぱ猫だから雨嫌いなんだ。本当に作りがすごくない。作りって何。あんた夢食べるんでしょ。夢どうせ食べるんでしょ。どうやって食べんの。え、かわいいんだけどこの顔。たか人生で初めてバク見てるわ。ね、耳かわいくない。うん、なんかちょっと白い、ね、ネイルみたい。ネイル先っぽだけ白くするネイル。あ、すごい、お尻見えちゃう。あ、金玉。はい、ごめんなさい。でもさ、思ったんだけどさ、雨の日ってみんな顔見せないんだね。ゾウも顔見せなかったし、トラぐらいじゃない見せてくれたの。あとお猿さんたち。関係ある。え、どうなんやろね。もう顔濡れたくないんじゃない。どっち向いても濡れるだろ。それはそう。全然曇っ。ねえ、何が見えるのこれ。どういうこと。うわ、めっちゃかっこいいやん。これヒョウ。え、でもちゃんと猫なんだ。かわいいな。はじめまして、タカって言います。かわいい。なんで後ろ向きで歩いてんだろう。すごい、ズーラシアって感じ。はい、ご飯食べます。動画撮ってる。あ、イエーイ。え、僕はオムライスを頼みました。で、なんだっけこれ、ビーフカレー。そう、ビーフカレースープ。え、ビーフシチューカレーだ。ビーフシチューカレーにしました。なんかズーラシアすごくいいとこなんですよ。いいとこなんですけど、なんかオカピに頼りすぎてると言いますか。全部オカピにしてるんですよ。あとヒョウね。あ、そう、あとヒョウ。そうだよ。しかもなんかさ、今さバレンタインの季節だから、バレンタインのやつをやってるんだけど、見る？これだけ。すごい、フォトスポットです。かわいい。なんか何もいない。全然いないじゃん。ちょっとここはこっちにもいないの。アナグマいない。全然いないじゃん。
本当はこの子がいる予定だったんです。いない、キツネもいない。なんかなんでこんなにいないの。雨だからかな。やっぱカズオくん呼んでみる。カズオくん、カズオ、カズオ、もういい。カズオ、え、かわいい、毛づくろいしてる。いや、ちょっと酔っ払いの顔してるね。どこ？一番左。うわ、かわいい。何してんの？かわいい、なんか餌探してる。なんかあんただけ頭悪そうだね。ほら見て、ずっとなんかしてるよ。あ、水飲んでる。おい、こっち向いて。メガネグマさん、本当にメガネかけてんのかな。え、なんか全然メガネかけてないじゃん。ねえ、外してんのメガネ。いい加減にしてよ。メガネグマ、どこがメガネなんだよ。ほらね、やっぱ幸せだよね。そうだよ。でもやっぱオカピなんだよ。オカピにあやかりすぎだよ、ここ。ちょっと俺たちも遊びたい気持ちがある。え、遊ぶ。え、でもオカピ、あ、ほらオカピ2体もいるよ。ええ加減にして。でもなんか綺麗、やっぱなんかユニバみたいだね、なんかここ、ね、あ、なんか逃げてるよ。あ、こっちも逃げてる、逃げてる、逃げてる。はい、とうとうあやかりの森に到着しました。この動物園がすごく推してるオカピゾーン。で、マジ楽しみなんだけど、本当にいるかな。なんかさ、今のところさ、なんか休んでる動物めちゃくちゃ多いからさ、なんか静かだけど、え、怖。ここの中にオカピがいます。はい、ここの中にオカピがいますよ。ちょっと心の準備してないんだけど、いいかな。めっちゃ近い。うわー、じゃーん、生きたオカピ。ここでしか見れないんだっけ。そうだよ、横浜でしか見れない。え、初めまして。あ、綺麗です。綺麗な顔し、あ、綺麗。コピー売りすぎじゃない。え、だって5億円だから。5億円。あ、おしっこしてる。5億円のおしっこ。あれもお金になるんだよ。あ、ごめんなさい、すいません。ちょっとさ、ごめんなさい。綺麗だって5億円のおしっこと言って。確かに、すいません。うわ、生きてるよ。生きてるね。うわ、嬉しいわ。野生のオカピ見れないんだよ。なんで？警戒心強くてめったに現れないから。あ、じゃあレアなんだ。そう、それを1000円で見てるのだから。ありがとうね、マジマジありがとう、オカピ。イエーイ。なんかでかい。思ったよりでかいかも。え、かわいい。なんか優しそう、こいつ。キスしてるよ。うわ、まだ昼だよ。なんかテラフォーマーズみたいな。怖い。え、この子さ、この子はめっちゃ顔な、かわいいね、ほら。真ん中が絶対長老さんだよ、ね、長老だと思う。だって真ん中にいるもん。ボスだよね、うん、あのさ、テラフォーマーズはさ、テラフォーマーズ何してるの、これテラフォーマーズなんだ。すごい、何してるの。すごい。おお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 おやめてもらえる。いや、ネイルって言ったからかな。ほら、ネイル見てる。あ、お兄さん、お兄さん。全然寄ってきてくれない。お兄さん、かわいい。シマウマ、え、本当にシマ柄なんだね、シマウマって。俺ちゃんとシマウマ見たの初めてかも。俺も。これだから、あの、ナウシカよ。ナウシカじゃないな、ジャッカル的な。そう、もののけ姫だ。もののけ姫の下から乗ってたい。そやな、めっちゃ可愛いやん。なんかあんな、あ、滑ってる。なんか滑ってるよ。学ばないね。ほらほら、ちょっと滑ってるよね、歩き方。ほらほら、うわ、すごい。うわ、こんな贅沢な。あら、ほら。あらら。ちょっとどんくさいな、かわいい。目ファンさしてください。お願いします。あ、
行かないでくださいよ。なんか歩き方かわいい、ね、歩き方かわいいおじいちゃんみたい。バイバイ。あ、すいません、なんかこんな姿で今ちょっと締め動画撮るの忘れてしまってて、あの こういう形の締め動画は新しい形になるのかなみたいな。まあみんなもそういう新しいものを求めてるんだろうなっていうなんか中の解釈でこういう感じになってます。本当にあのズーラシア楽しかったっていうのと、あと何があるかな、あと普通にオカピに頼りすぎです。嘘です、超楽しかったです。また行きたいね。今度はシンくんも連れていろんなとこ行けたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございました。ではまたまた次の動画でお会いしましょう。イエーイ。